ちょっと待って、何これ。俺さ今さレベル上げようと思って来たわけよ。なんか発見したんだけど、ちょっと待ってこれ大丈夫なんだ、これ何ここ、ちょっと発見してしまった、ちょっとやばそうになるよ。まあ行くしかねえなしたらな、特殊な空間のようだな。存在しているのかどうかも怪しい危険な場所だ。まるで何、地面自体が生きてて呼吸してるみたい。おお、引っ返すか、これ途中引っ返せんのこれ。今まではそうだったよな、危険な場所ほど何かある。じゃあまあ行ってみてもいいんじゃないの。まあここでどういうこと、何それ。とりあえずリットリするわ。一人、嘘、レベル上げるところじゃねえよ。いや無理っす無理。何それ、ちょっと待って、これなんかボスとかいんのかな。そういうあれなの、俺ちょっと全然知らねえ俺。マジで、うわ、しかも結構広い、割と広い。アイテム使えねえじゃん、なんでアイテム使えねえんだよ。は、そんな極悪なことがあっていいの。6人分やるってこと、とりあえず逃げよう。うわ、これなんかあれ欲しかったな。装備変えられんの、アイテムアーチまで。アイテム使えない。アイテム使えない。装備は変えられる。しかも何でしょ、これ死んだらどうなるの。まあ、とりあえず行くしかねえよな。もうあと逃げる。もう、すべて逃げるで。行くしかない。上か、何このダンジョン。ちょっと怖いんだけど。てん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 。なんか、逃げる速度が上がる。なんかあったんだよな、そういうのが。てこれ次のフロアみたいに言ったらあれなの、使えなくなるんだじゃん、リット。てか何これ、無限ループこれ。もしかして。いや、無限ループじゃないか。結構広いんだな。あ、なんか発見。これ入ればいいのか。てん。大丈夫？なんかアイテム欲しいんだけど、せっかく来たんだったら。おん、あ、これは、あ、そういう感じ？戦うんだ。エレメンタル、マジで？マジで言ってんの？めっちゃ強いやつじゃないですか。ちょっと待って、まずこれ、サンサザメにして、モンプレン一回やめた方がいいか。うわ、強いじゃん。アイテムは？あ、ここのアイテム使えるんだ。戦闘中だけ使えるってこと？まあこれレベル上がるんであれば OK だよ。うわ、強え。まあ一旦ここだよな。おい。あれ？まあこれでもいいよな。やべ。あー、くそ、いっちゃった。あ、でもそう思ってるからっていいな。やめてー。これ全員戦わなきゃいけない同時だ。やばくね？ちょっとその可能性高くねえか。いけ。このコンボやべえな。しかもリットだからいいけどさ、リットだからいいけど他のやつらやべえだろ。もうどうしたら楽しいやん。強えし、しかも割と魔界のあれ、あなた方コンボやばい、これやばい実は。俺これなんか軽くなんかさ、俺が倒せなかったやつもなんかなんつうの、ちょっとレベル上げしようと思ったんだけど、やっといった。もういねえか。まあとりあえずは OK だな。まあ相手をもらえるんだったらいいよ。ぐんぐん、おっ、やった、装備がぐんぐんねる。これ強いんじゃないの。おお、月があれだな。まあありだな。何ブーツだっけ、なんとかブーツ、ペルシャブーツ。あ、これいいね、これいいな。これ死んだらどうなる、一応大丈夫なのかな。まあいいや、行こう。
いやーマジか、どうしようかな。ファラ？ファラちょっときつくね。キール？魔法がちょっとやばいよね。いや意外とチャットが、チャットか、まあいやファラでいくわ。頑張ろう。ファラあんま使わねえからな、俺基本的に。何がいいんだろうね。アイテムがあるからまあとりあえずはどうにかなるとして、失戦光、失戦光使ってみるか。じゃ適当に行こう。アイテムだけ、あ、何あれ。キヨン逃げる、逃げ。テンテテテンテンテテン、なんだろう、ここに行く前にあれだろう。あ、何言ってんだ今。やばい、ちょっと見てなかった。え、あれ白のかけら、え、どこ行けばいい、行けるとこあった、やばそう。テレテテテテテレテテンテンテン、ダンジョンから脱出するっていう選択肢があるんだよね。ってことはどういうことなんだ一体。あれ変わってる、変わってる、構造が変わってる。でも多分これあれだろ、敵を倒せば何かしらもらえつつみたいな感じだろ。多分いいのもらえんじゃん。テテン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 テレテン、まあ何だったらレベル上げるけどな。もともとはレベル上げるつもりで来たんで、俺はやり始めたんで。でなんかそのこの海面に来たら、まさかなんか変な物体が、まあ、浮いていましたっていうのがね、まさかはね、俺びっくりした。なんか俺あれやるためになんかあれだと思ったんだ、ちゃんと俺2周やんなきゃいけないと思ったわ。2周やってやんないとなんかもう無理なのかなみたいな。この年は身にピンってくるんだけど、これまたエレメーターちょっときついぞ。もうヒットアンドウェイだな。いやヒットアンドウェイでもダメか、うまく、まあいやでも術でやるんだったらちょっときつくねえか。戦うんでしょだって。これ誰来る、うーわ当たんねえし、まずい、やめてー。おお、そうそう、これ装備変えた方がいいな。ホーリーシンボルくれ。あ、そういうあれ、リットのあれないとちょっときつくないか。あれきついよね、ペルシャブーツ。こいつ殴りがやばいからな。これ殴りがやばいから、じゃあまあとりあえずあれリフレット、リフトじゃないか、ホースか、ホースでいい。当たってね、お強いじゃん。あ強いね、姿勢こう。あこれいけそうじゃね、これだ、これではめ合える。よし、シシセンコ強いぞ。よし、いいぞ。それでいい。シシセンコ最強じゃん。なんだったらリットル安定してるぞ。シシセンコ強い。シシセンコ、よし、もうこれで勝つ。俺これ勝つから。シシセンコ、よーし。いや、あなたら別にもあれじゃない？フォースリングの後々のためのやつに残しておいてさ、まあ、フィートシンボルとかでいいや。で、これで上げてって。めっちゃ簡単に倒した。いがれた。ファラがいがれちまった。ファラがいがれちまったの。スターサークレット。ミスティシンボル。おお、いいね。で、この段、ちょっと待って、今前に進んだ俺。前に進む前に、もし行けるんであれば。俺これ誰にすべき？キール。4人か。どうしよう。ね、まあチャットで行くじゃん。チャット行くか、フォックか。フォック、まあしぶとそうだね。フォックで行くわ。じゃフォックのこのこれで頑張るしかないだろ。スターサックルって気になるな。ラピスベレス結構あれ強いんじゃないの、まあ、うまくまあやっていくしかないよな、どうにかして。まあ死んだら死んだらしょうがねえかも。おせえな。あー間に合うかこれ。ギリ間に合った。これ何層まだあんのこれ。こ超えたら何があるわけ。多分これ6人分あるんでしょきっと。きついな、きついな。まあ、あなたのも連打しまくってさ、
あー、まね、危ね、なんかこの人のなんか炎のなんか技とかなんかもう連打しまくっても敵になんかもう打たせないの感じで、もうそういう感じでババババーンってやってさ、やればいいんじゃないの。お、来た来た来た、相手の属性でも読んだよね。今でも炎が来たから、炎が来たから、バーニングフォースでもいくね。これで、これ打ちまくってさ、バーニングで打ちまくって、やめて。逆にちょっとメルディとか怖いんだよな。まあ、フリーズランサー連鎖、ん？フリーズランサーどっちだっけ？まあそこら辺だよね。イラプションとかな、そこら辺だよな。もう敵動けないようにしてって感じか。まあそういう止める系の、まあ、ハメ系だな。とりあえずは。で、これ、こうだろ。あ、まずい。あ、意外と食らってねえな。あ、強くねえじゃん。思ったより。やめて。あー。殴る。おお、かわした。なるほど、それでかわすな。こいつ、こいつ、やめて。こ、横、横、横、早い。地属性はどうにかなるんだ、これ。てか、殴るか。殴ったら早いな、こいつ。いや、ちょっと待って、まずこいつはどうにかする。こいつはどうにかしよう。横。別にこっち。まだいける。このしぶとさがある。フォークはしぶとさがあるから、そこで。あー、くそ、ちゃんと買っときゃよかったな、これ。うっとうしいな、こいつら。なんもできねえ。なんもできん。いや、マジか。ふざけんな、こいつら。うっとうしい。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よし。2月の食らってない、2月の食らってない。よし、どうにかなる。勝てる気しないけどな。いや、近い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 。あ、それでそれでそれで早く。よーし、まず OK だな。で、とりあえずこいつを、まあ、これでいいだろ。なんだ、これでいいでしょ。はい、次これ。ああ、間に合う。うえー、どどどどどい、すえー、これ危ねえな。ちょっと近づかない。いや、マニュアルでいいだろ。なんで近づくんだよ。いや、違う違う違う、キャンセルして。こっち危ねえ、こいつ。いやー、まあ無理だって、無理だって。よし、あ、こ、これで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 、よし、いいぞいいぞいいぞ、それでそれでそれで、はめろ、間に合う。これしょうがない、かなわないと見て、そういうあれできたか。これやばい、これやばい。ちょっとまずいな。これ何度の回復してんの、この人。何装備してる俺。なんか勝手に回復してるよね。なんか死んねえけど。しぶてえ。早く倒れろ。ああ。ああ。なんじゃこれ、こっちのセリフだもん。私のセリフじゃん、もうリトライができない。なるほどね、分かったよ。へいへい。